超高速学習とは、難度を極力例に近づけることで対象とする学習速度を極限まで高める学習法を超高速学習と定義するものである。学習を一般的な時点で調べると、人間や動物が生後に経験を通して知識や環境に適応する態度、行動などを身につけていくことと説明されている。また、超高速は、 一般的な速度を超えて、さらに高速度を上回る速さを表現するとある。したがって、超高速学習は、一般的な学習スピードを超えて圧倒的スピードで、学習する学習法を意味する。一般に物事を学習する場合、難しい内容や優しい内容などの概念が、働くが、人によって感覚の違いがあるため、難しい優しいの判断をするためには、 難易度の基準が必要がある。そのためには難易度の数値化を行い、その難易度の指標に基づいて対象とする物事の難度設計を行う必要がある。難易度をどのように指標化するか、まずは人として普遍的に有するものを何に置くかという課題を克服する必要がある。幸いに昨今の認知科学の発展で人には生まれながらにして、 物の数を数微大図する潜在能力があることが分かっている。そこで対象とする物事を、まずは理数的完成に絞って何度の指標化を進めることになった。日本人の場合、11ポイント程度で1行40字程度の文章を読み取る時間は10秒程度かかるが、英語圏の人たちは英語の読み上げに6、7秒程度で済む。日本語の場合、一二 3,4,5,6,7,8,9,10の数を数えるスピードについては1音表現であるがゆえに圧倒的に速く日本人の数の読み取り速度は調子速度とともに圧倒的に速いことがわかっている実用数学技能検定はこのような指標化の過程を経て構成されているが5プラス7や24などの1回計算には5秒を要するとして 計算に必要な時間の指標化の目安となっている。数学的技能とは誰もが一定の時間をかけて連磨すれば目に見えて向上する力と定義されている通り、問題の解決力は時間をかければ高まることが示唆されている。そこで難しい優しいの程度は時間の関数であると規定し、その指標を時間、秒で捉えて指標化することになった。難易度の単位は S, s である難易度を数値化することによって多くの方の見方が合理的になり意思疎通が図れることを期待して難易度の数値化についてその一部を紹介する1行40字程度の読み取り標準難度を 10S と規定し同期聞き取り標準難度を 10S と規定するただしこれは標準の難度を時間で規定したもので速読や速調に見る通り人によって変わり得るものである また、半行の場合は、何度も 5S とする。1行40字程度の書き取り標準難度を 60S と規定する。ただし、これは、標準の難度を示したものであり、速記に見る通り人に,によって変わり得るものである。また、半行の場合は、何度も 30S とする計算難度は、1回計算を 5S2 回計算を 10S2 桁の計算の場合は、それぞれ事情倍とする。 学習内容もテストと同様に難度設計をすることができる。学習内容を細やかに分割し難度を小さくすることで学習スピードを高める実験が繰り返されているが、その結果例えば数学の場合、目で見て読み取り図や数式を書いて試行する学習スタイルが一般的であるが、読み取り難度を小さくするには、むしろ耳で聞いて目で確かめる学習スタイルの方が、 圧倒的に難度を下げて学習スピードを高速にすることができる。この場合、学習内容の定着度は高速学習にしてその内容の経験値を高めることで達成できることがわかる。植物細胞について説明する。理科検定では理科に関する検定を実施しているが、検定問題を作成する場合は必ず難度設計を行う。の植物細胞に関して、 細胞質基質内の細胞小器官を対象とした問題の場合、難度を 100S に設定する。この場合、経験値の高い学習者にとっては 50S、経験値の低い学習者にとっての難度は 200S であるかもしれない。しかし、理科検定の標準難度は 100S である。いずれにしても、学習難度を下げるためにはこの植物細胞を学習要素に分割して、 画像表現し作文に当たることになる。植物細胞の細胞質器質内の細胞小器官に着目し、細胞小器官関連の学習要素が10個の場合、葉緑体を学習要素の一つに捉えると、その学習難度は 10S と設定できる。理科検定の標準難度 100S の10分の1に相当する。同様に、ゴルジ体を 10S の学習要素として設定できる。 ありがとうございます。